てるぜ。パトリンビーバー、誰かが僕らを呼んでるぜ。パトリンビーバー、海を行く、空を飛ぶ、バトルフィーバー、5つの命がいかに君も
じゃあ皆さん行きますか。よろしくお願いします。皆さんお願いしますよ。お願いしますよ。え、まっすぐ行けばいいんですっけ？もう、そうだよ。全然覚えてない。ちょっと、迷子さん。一回しかしたことないから、お願いしますよ、迷子さん。それを期待、それを期待してるんですけども。え、まっすぐだけなんだっけ？もう、ほら、今日、ね、迷子女王ワンツーいるでしょ？こっちだ。最終的にはみんなの、一番後ろにいるのが一番いい。そう。ついていこう。あ、そっか、これ俺ちょっと女子会なんで先に行ってもらえますか。僕撮影隊なんで。後ろ撮影隊なんで。もうレビさんは最近行ったから多分まだ記憶ありますよね。ね、いやもうだいぶ前に行った。行きなさいよ、ここも。せっかくカプコンさん作ってくれたのに。一回だけ。黄金武器ばっか集めてないで。で、あそこに落ちたんです。うん、あの、池みたいなところ？池に落ちました。あれ、なんか後ろ、誰かおっせえ人いるけど。キドル女王変わるかもしんないね。おかげで参上します。キドル女王変わるかもよ。これもやんなくちゃいけない分かな、うん、かな。やっぱ期待を裏切らないね。やっぱメタさん期待裏切らないわ。ここに火吐いてるやつ。ほらいいよ、これいいよいいよ、みんな頑張ってね。いやもう大丈夫。あもううっそ、もう手伝うから。援護するから一生懸命。よし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 、いいよいいよ。名前にデストロイヤーって。そうだよ、ダムデストロイヤーだよ。もうなんだよ。何でも伝説級とかつけりゃいいと思ってるからね。でもマギナが目の前いるけど。目の前にいる。ちょっと、やめてくれませんか、マギナさん。いや死んだ。ほら、あっ。で俺ここダムドゴーデルに しがみつくわ。あ、ちょっと待って。え、あ、ちょっと。ちょっとお嬢さん。お、ナーイス。レビさん最高。もう最高。目の前のマギナが超怖いけど。すげえ振ってるけど、こっち向かって。怖すぎる。あ、これいける、これいけるよ、これいける、いけるいける。あ、来る前に来る前に、あ、殴られた。飛ばされた。オッケー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 。さすが女子パワーいいね。うちの暗めの女子はできるよっていうのをね、ほら見せつけとかないと。迷子だけじゃないんだぞっていうところ。そう。いいね、気取るよく登るね、そんなとこ。危ないよ、危ないよ、死んじゃうよそんなとこ登ると。おお、あゆりは安全な気がするけど、ね。ボーでしょ、ボー。まだまだまだ、もうちょっと待って、もうちょっと待つんだ。くっそ、もうちょっとだった。あ、やべ、これ俺狙ってる、俺狙ってる、これ危ね。あら、死ななかったの。死ななかったです。なんで死ななかったけど、燃えてます。
あ、いいね、ちょっと見とくわ、見とくわ。めっちゃ燃えてるわ。めっちゃ燃えてる。あ、レイさんが、レイさんがすげえ狙われてる。もう、あ、やっばいか、届っかこれ。あー、届く。オッケー、やりますね、ちょっとやりますね。あー、回復が4個しかない。分かってる？ゴセークって場所だからね。ゴセーク？うん。ゴセークってどうやって行くんだっけ？ミルゴダゴセークだよ。あ、こっちだこっちだ。あ。ん？違う違う？いや、こうか。エビさん、これがあの迷子女王ワンツーです。これがうわ噂の迷子女王ワンツーです。あ、ワン、うわー、多分今間違っ、また戻ったんじゃない、居住区に。いや、なんでわかったの。だいたいそんなことだろうと思って今回このマップを選んだんです。じゃ、うわうわしか私言わなかったのに。あ、来た、やった。なんだ、来た来たよ、早いよ。なんだ、もうちょっと期待したのに。やった、動物的感が働いたかも。よし、ここのズルはもう真剣にやるよ、もうズルさんはちょっと。やってます。いいよ。あれ、なんか当たってねえな、これ当たってないな。よし、当たった。ちょ、待って。ズール待て。よし。やばい。よしよしよし、いいよいいよ。買ったのセットし忘れてる。ええー。何のために買った。ちょっと。そう、これはあと2個しかだからない。ちょっと、まずいぞ、これはまずいぞ。危ない。真上。ちょっとズールさん、降りてきて。降りてき。早く。よし、いい子。降りぼー。よし。うん、あ、降り。第1回、迷子女王は誰だ選手権。わかる？ちゃんと今受注したんで、このマップ上のね、これ、わかります？みんな、時を。刻む異物ね、これを皆さん回収してきてください。ここの上に上がるやつは僕取ってきますんで、残りの3個皆さん回収で、1人1個ずつですよ。はい、回収してきたら戻ってきてくださいね、ここに。はい、いいですか。はい、はい。手前のやつ、早いやつ、それは言ったもん勝ちだな。早いやつ、
早いやつ？手前のかな？早いやつ？うん、1個あるんですけど、そこはお任せします。じゃあ皆さん今から行ってきてください。はい、はい、その扉の向こう行ってらっしゃい。はい、出ましょう。いいですよ、皆さん行ってきて。ちょっと待ってくださいね。一人一個ですよ、一個。一人一個回収してきてくださいね。お願いしますよ。一人一個ですよ。うん。僕とりあえず一個もう自分で回収してくるんで。はい、一個回収しました。1位。はい、1位です。はい。頑張ってね、皆さん頑張ってね。これは適当に進もう。よし。あ、早い、誰か2個。2個目取ってる。え、どっち？こっちか？よくわかんない。あ、こっちかな？ここら辺？あった！お！いや、動物的感がまだ働いたみたい。マジか。マジか。やったー。なんだって。でも帰り道がわからない。なんかうろちょろしてます。こっち、あ、違う、こっちじゃない。マーカーが なんか受注したぞ。何かを受注したぞ。おお、やったー、やだー。あー。マジか。あと、嘘。嘘。ちょっと、早。3分で終わった。マジ。ちょっと。レビさん、タッチの差でレビさんが、迷子女王の座に輝きました。レビさん、迷子女王の座に輝きました。ちょっとみんなで拍手します。第1回、迷子女王。レビさんです。おめでとうおめでとうございます。おいよいよ、頑張れヒドルフ、上で頑張れ。頑張れ、果敢に戦ってるよ。飛んだ、みんな飛んだ。ちょっとメタちゃんが意外に死なないからびっくりだな。回復薬持ってないくせに。ちょっと隙を見てセットしました。あ、なんだ。やばいと思って。すげえ粘ってるからマジかと思って。いやー、そういうことしないと絶対もう死んでますよ。あ、ほらもう死にそうになってる。あ、ほら、あ、死ねない。あ、よかった。よし、入った。ちょうどいいとこいる今。お、いいよ。いいよ。あ、メタ。ゲージが2しかない。メタちゃんが気絶か。そういうことか。気絶して。体力が2。よし。危ない。よし、終わるよこれで。おりゃ、お、来たよー、みんな来たよ。やべ、構えがうまくなってない。ういー、とどめ、みんなとどめよう。やったねー。あー、角出ねえか。角は出ない。角くれよー、録画の時角くれよー。ここでイエイって言いたかったのに、みんなで。よし、任務は達成だね、これは。とりあえずね、よかったねー。